が。これは狙います。イノシシだ、イノシシ。あー、天ぷら。お、すごい。ホールインワン賞がいっぱいあります。めっちゃある。どんだけ入るのこの辺。すごいね、いっぱい。同じ人もいるね。うん、純ちゃん入るよ、多分今日やるか。うん、やっちゃおう。ホールインワン狙います。おっ、こうハンドグラスに構えられないんだよね。これアイアン構えぐる。あ、肘でね。うん、肘でから、ここの筋肉が本当に痛い。貼るもんね、こうやってやるとね。確かに。よし、これは無理やり貼ればいい感じ。いきます。おお。あー、ダメだ、握った。え、めっちゃ飛んでない？飛んでる。大丈夫。8番でいきます。130上げ。こうで、なんか慣れてきたかも、このクラブに。イメージ。短いか。噛んだ。あー、だいぶ短い。あ、砂利道。ジャリのバンカー。左道。バンカー入っちゃった。あ？犬？なんか肉球見た。イノシシだ、イノシシ。ほんと、だってブヒってなってるよね。ブヒ。爪痕みたいな。お、ライフォン。うん、砂が重かった。もう、うまい。こんなうまく出た。ナイス。うまい。オッケー。オッケーもらった。きたー。ナイスパー。まあでも狙、2打目狙うならさ、やっぱ左側にあった方がいいじゃん。そうね。イメージ。ドライバーそろそろ引っかからなくなるといいね。そうだね。ちょっと押していくわ。おー、いいじゃん。あ、今度はまっすぐ出ちゃった。まあでも、パスだから。まあいいか。うん、ナイスナイス。うん。ちょっと打てるようになってきた、オノフ。だいぶオノフレディ。スライス気味で打つか。スライス気味で打ちます。おかしいな。スライスかかって。かかんない。サブグリーンでしょ。うん、サブグリーン乗った。もっと全然狙えたね。打てた。3番ウッド、いい感じに当たりました。あ、虫、雲。いや、気持ち悪い。気持ち悪いよ、虫は。このサンドのアプローチはちょっと違うね。できるかな。まっすぐ。
った。でもいい転がり。パー？パー5か。もう簡単なパー5だな。あー、天ぷら。天ぷら丸。でもいいんじゃない。おー、あれ天ぷらじゃなかったら突き抜けちゃうんじゃないの。うん、ね、うん、危なかったよ。よいよい、最新クラブ。おの。あの木を狙ってドローって感じ。いやもう、そうじゃない。そうね、甲府盆地が見えます奥に。あの木を狙ってドロー。ドロー出なかったらしい。お、やばい、やっぱ引っかかった。あの木を狙ってドローだったのか。でもいいよ、いいとこ、同じとこ。セーフ、セーフ、ナイスショー。結構な打ち下ろし、140ヤード。こういう時にこっちからクラブを入れるのが難しいんだよね。こっちから、こっちから入れたら違う、詰まってる。あ、スライスだよね。でもこっちからだよね。だから開いて、体、はい、体開いて、右肩に右足に体重乗せずに左足体重のまんままで打つかな。うん、斜面に沿って打つかな。いきます。あ、あ、右に残ってた今。てか今めっちゃここに当たった。引っかかった。近かったのかな。おー、難しい。やっぱりやっぱこっちから入れたくなるのね。そうだね。後で動画を見て、ちょっとじゅんちゃんが今お手本になる、お手本やってくれるって言うんで見てみようと思います。球は真ん中よりも右側に置くんだよね。先にクラブが降りちゃうからね。こんな感じじゃない。右にしっかり乗ってくだ。左か。左の足一本で打つくらいなイメージ、うん、こうやって打ちましょう。打てるかな。もう結構開いて打ってる。おお、打ててるよ。スライスが出ました。うん、乗った。ナイス、完璧です。ウェッジになるとね、わかる。ほんとウェッジは平気、この感覚だな。大丈夫？あるね。ネットあるし。ナイス、うまい。うまいよ。お、止まってしまったが、転がりますね、やっぱ低く。入れたいね。そうだよ。ラブはダメだよ。うん。耐えて。耐えて。ナイス、耐え。お、よかった。ナイス。あ、このカップ深めですね。カップ切りしたから。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。